一般の生活の中で免疫力、生命力を落とすものは何なのかと。どうですか先生、睡眠不足、はい、過労、過労、何による過労。まあ仕事で過労って言っても、仕事で15時間働くと監督署から文句が来るから、監督署から文句の来ない過労は何でしょう。スポーツです。ジョギング、ウォーキング、自転車。普通に自転車ゆっくり加藤ちゃんみたいに乗ってる人は大丈夫分かんないかな、分かるあと飲酒、酒は百薬の長なんてのは嘘で、一滴飲めば一滴具合が悪い。だから僕はどのぐらい飲んだらコロナになるか今一生懸命話してるなかなかならない。それから食事、栄養のバランスの取れた食事を取る、3度3度、これは免疫力が落ちるんです。なんか消せない顔してますねじゃあ説明してください。はい、栄養のバランスの取れた食事を3度3度食用すると免疫力が落ちるんですけど、胃の消化運動とかによって、内臓の疲労が起きる。まあそうですね、くたびれる。内臓の疲労が起きるんじゃなくて脳みそがくたびれるんです。だから食べると眠くなる。だから患者さんがこのところ眠いって人が多いでしょ、症状で眠い。あれは生命力が落ちてるから、だから眠いんです。だから太るっていうのも生命力が低下するから太るんで、食べるからカロリー取ったから太るんではないとか、こういった雑学的なことをいっぱい覚えていて、患者さんにその都度その都度説明してあげる。温める、冷える、冷えるのダメなのは分かりますよね。だからクーラーだね、ダメですよね。クーラーは23度ぐらいですから、明日半袖でいられるっていう状態はダメなんですね。だからこの部屋だと今講習生が少ないから、温度が20度に今設定したって22度ぐらい、決して悪い温度じゃないんですね。で22度でじっとしてたら寒いんです。ですから半袖でいられるような温度ではいけないんですね。だからまた22度でいるような時で半袖でいちゃダメなんですね。体に負担がかかる、ストレスなんです。まあでもね、弱い人はね半袖で色素もいらないです。だけど強いと割に大丈夫です。うち23度ですけども、まあ良くて半袖着てますから、悪いと裸ですから。だから体力があると割とその辺は大丈夫ですけど、ですから年間を通して部屋の温度は23度前後、もう24度がギリギリで、それ以上高かったらもう24度になったらちょっと暑いですからね。でしかも冬の布団かけたら暑くてしょうがないですから、だから冬の布団をかけて22、3度ぐらいの室温でいる、寝てる、起きてる時もそのようにして、下の方冷たいから下の方はレグウォーマーでもつけるとか、桃式履くとか、まあ、桃式って言わないですかね、スパッツかなんか余分に一つ履いて、で、体を温めるようにして、上体の方、頭の位置は温度が高くしちゃダメなんだと、働かないですから、と生命力もそれだけ働きが悪くなりますから、温度っていうのはすごく大事ですね。それとダメなこと、あと何だと思います。指圧マッサージ整体、だからお風呂もダメなんですよ。お風呂もダメ、指圧マッサージ整体もダメ、免疫力が落ちるんです。どう思いますか。どう思います。そう思う。どうして。指圧整体マッサージでしょ。あ、やると防御反射でくたびれる。ん、防御反射が起きてくたびれてしまうから。そうですね、くたびれますね、はい、くたびれます。防御反射で体がくたびれるんですね。ですから免疫力、生命力落ちるんです。ですけどもギュギュやって夜も寝らんない状態作っちゃまずいけども、上手にやってあげると非常にこう疲れた感じがして眠りやすい疲れになるんです。とそれまでうまく眠れなかったものが割とうまく眠れるようになると、睡眠によって生命力の回復で翌日体が楽になると。でお風呂も同じように具合の悪い時はお風呂入んないですよね。アボ先生が温めろって言ったけども、熱がある人温めたら余計悪くなっちゃいますよね。
阿保先生も熱のある人温めろとは言わないけども、いわゆる免疫力の話をしてる時に、免疫力どうしたら上がる、温めたらいいけど冷えるとまずいから、だけど温めたんじゃダメなんです、同じように疲れるんです。ですけどちょうど上手にちょっとぬるま湯ぐらいでちょっとゆっくりって言うと、体すごくだるくなって疲れちゃうけど、その後風邪ひかないようにしながら早く寝ちゃうというようにすれば、よく眠れて明日生命力が上がるという状態、よく眠れる状態になりますから。だから全部悪いんじゃない、上手にやってください。下手くそならただやたらにギュギュやって強くやって長くやらないようにしてください、心よくやってあげてください、そうすれば大丈夫ですと。そうするとうまく眠れて免疫力生命力が上がりますからということを注釈加えておかないとダメですね。